はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンファンタジー2 R5 パッチ続きやっていきたいと思います。今回ですけど、天空行きましょう。天空はちょっとドラン連れていく。ドランと、まあどうしようかな。スコールでも入れてくたまにはね。回復役使ってないと回復できない。回復できないな。使いたいキャラいっぱいんだけどね、この辺ね、ポジとか。いや、あんたなかなかやるね、何でも。スコール。まあ別にグリー、あー。ゴールドソル強いな。セールじゃなくてバーハの方がいいです。これでいいんじゃない。デドランが、コンスノーマフラー、どうしようかな。これでいいか。ウロコとフォーズも、フォーズがあのドラゴンローブの、復活、何でもいいよ。イージスの盾、火とか防ぎたいね。火と氷をちょっと防ぎたいかな。ペーストいいな。隕石のかけら使えんだ。よし、行くぜ。一周目はもうあの勇者使っていきますので、ずっとね。今回おそらくメダルも99枚になりますね。行ける場所2箇所あんだけど、とりあえず左上、このアリアハンのさ、あ、またアリアハンの地下、ここにね、お城があるので、あ、え、待て、地形違う、あ、違わねえか。これ食べれると思います。じゃあちょっと食べたいんですよ、ドラン。使ってなかったからね。どんどん使ってみたいです。あ、弱。あ、青魔導士入れたいな。空は神読んだ。最も激しく燃える炎が宝の部屋の、ああ、そっか、宝の部屋。あ、やった、灼熱。もう一個覚えるよね。さてさて、あー、なんか出てきたね。出てきたけどどうしよう。ダメ。
けるヘイ。まあでも灼熱かなんかの類じゃないのあれ。そうだよね。ドランの HP 高いっすね。ここは隠しのボスいたよね。いないのかな強いの。だから、あ、後ろになんかいる。倒しちゃうかな。強い。二軸弱いると思うんですよ。いや、二本か。さらっとリボンかって。二つ目いいよね。フライングです。あ、間違えた。なんでこの食べ損ねた。異属性だよね。だからあんま食らわないよね。倒しちゃうか。余裕だ。食べたいのに。まあセーブ場所があるからね。メダルもあるんでしょ、奥に。ああ、二軸弱視さん出てこないね。重力か。いやー、お金がたまるたまる。これなんもないよな。これダメか。倒せなければ食べれる。いや、そんなことなかったよ。1ぐらい残ってる。あ、ダメか。あ、残った。腐ってた。あ、食べ損ねた。そして回復できるか。猛毒の息。命と引き換えに猛毒の息。アレイズがないんだ。おメダルだろ。あれ、破壊の剣手なんだ。待て、小さなメダルじゃなかった。なんで破壊の剣手。ローレ連れてけってことか。あ、やばいな、エンドオブハート。あー、ヒドラ何、なんか食べたらなんか覚えたかな。あー、MP つけて思わなかったな。ドランが全部覚えたら、待って、青魔導士で出た方がいいかもな。なんだけど、あの宝箱多分メダルだよね。二軸弱出てこないな。ここにいるはずなんだけどね。ここにさ、
伝説の六竜もいるわけですよ。だから道路の方がいいかな。赤いの剣、あれフォースシールドかな、もしかして。あの見えるんですよ、あれ。確か青魔法使ってくるよね。メダルだよな。違った、復活の玉だ。全然関係ない。どうしよう。エントーブハまだ食べられそう。112。ああもう。よし。ローレ。一個一個クリアするんだい。研究所。まあゴスペルリング装備すりゃいいかな。ドラムもいいか。二軸弱、確かな、ね。ポイズンブレスとかなんかなかったっけ。青魔導士一人入れたいな。青魔導士。今入れたたまには。いるし。つまり、あとどうしようかな。そう感じた。龍が何使える。もうちょい鍛えてからだな、龍が。あとは、誰だっけ。青魔導士入れた、ローレ。赤いの剣ってなんだ、あれ。超ダメージ。ちょっと待って、見たいな、これは。使えてんな。超ダメージ。回復キャラ。ミナもなんか。やばいな、これミナ全員いた方がいいな、これ。オッケーオッケー、ミナでいい。ドラゴン成長記録だね。どうしようかな。両手剣、これ化け物なの、こいつ。メタルキングの呼びかな。凍結の手は、化け物だ。こう、いかに適用できるんだ。暗殺かかんない。ちょっと、俺はちょっとね、セルとかやっといた方がいいかな。ロイヤルバッジ。魔力の低下防ぐ。何人需要あるの、ここ。ここも早い方がいいね。メタルキング。ドラゴンロード。コミュニティで。で、ちょっと、ゴスペルリングつけて。途中の戦闘はね、めんどいからね。ある程度まではカットしていくね。まあ、カットするっていうか、ゴスペルリング装備したら敵が出てこないけど、なんか、ゴスペルリング受け付けないとこもあるから、あれ？バカだ。違う。短い。もう違う、全体やろうとしてんのに。そうっすよ。呪われてんのか。
まあ後で楽しみだ。まあ、ゴスペルリング使わなくてもいいけどね。めんどいんだよ。ここ。出てこないですよ、敵が。ね。出てこないのいいんだけど、ある程度出てきてどんな感じかなっていうね。まあ、1回2回の戦闘で慣れるのもあるけど、まあ、そこまでいらないでしょ。メダルあと1個どっかにあるはずなんですけどね。99枚取ったら、まあ、コロシアもいけるよね。まあ、手に入らないってことはないから、とりあえずセーブさせていただいて、ね、いい伏せになってるな。まあいいか、これでいいか。これ多分青番号を使ってくるよね。うん、ああやった、しかもあそこはしかもじゃないよ。オッケー、分かった。ちょっとあの破壊神ちょっとやばいな。無理じゃん。これ多分ミネアしか使えないでしょ。決まりは HP 高いけどね。やばいな破壊神はバケモンですよ。 OK、 ファイヤービュー、あと3匹。まあどうしよう、温存しながら行こうか。あれメダルか。あと会ったことあるようなばっかかな。氷じゃとかやばいですよね。いますね、やったぜ、99枚。行こうかな。先だけディレイいらない。どうした方がいいかな。消費半分にしよう。はい、よく来たな。わしが王の中の竜王だ。最近エクスデスとかいうものが偉そうな顔していると聞く。実に不愉快じゃ。もし私に勝ってエクスデスを倒してくれるなら力を貸してやるがどうじゃ。はい、ではその前にお前たちが力を貸しに値するかどうか見せてもらおう。ずっと案外強いと思う。気が入るね
とりあえず、まあ、セルかかってていいよ。あ、なあ、まあ、もう、ボンミスってる、もう、何やってるの。だから、そこにかけようとしたんだ、つうの。上、一番上のキャラで上ボタンを押す癖なんだけど、下に行くんだけど、これなかなかね、言わないとなんだ。世界のカード。達成。ない。あ、いや、思ったにコードゲージだった。え、やばい。ちょっとしたキス回正解だ、これ。危険。破壊の剣。破壊の剣か。じゃあ、バー使ったね。何かな、救うとないのか、魔法使ってこないよな。救うとがないんだ。上の2人で片付く。さっき、何？うわあ！さっきの逆じゃん。二人まで。うわあ。弱い。さあ。メガフレーバー、バカなことしたバカなことしましたね。破壊神頼むぞ。お前の破壊の力にかかっている。バカなことしたね。ちょっと待って、今期待した私がバカでした。なんだっけ、いや、いいね、いいよ、別にいいよ。あれ？セーブしたよね。まあ、いてつカードもなかったからいいやもん。力を貸してやるって言って試すっつって本当に滅ぼされたね。まあそんな、そこで滅びるくらいだったらなんたらかんたらって話だろうね。あ、さっきレベル上がったのに。まあ別にし、ゴスペルじゃなくてどうしようかな。麻痺したよね。麻痺防ぐもないの。しびれを防ぐ。ブレス防ぎ。ここブレス防ぎないな。ここ閉鎖じゃなくてもいいよね。麻痺。しびれ防ぐのってないのかな。しびれ防ぐのなんかなかったっけ。ないのか。だったらしょうがないか。だったらば、なるべく振らないような。いや別に行けなくないからいいや、行っちゃおう。メガフレは食らいたかっただけだもん。だってさっき、エアロジャーめちゃくちゃ効いたよね。500いって。魔法なことはもうしない。
そういうこと、スカラがあるんだ。スカラでこれで決まりが無事でしょ。で、自分回復いいな。あ、決まりが回復でよかったな。次に使いたかったんだ。え、まだ残ってるの？あー、もったいねー。剣で殴って斧のあれが出るの。9も使うの？ホワイトウィンドウ。あ、そっか、HP 分消費するのか。そっか、そういう仕様になってんだ。あ、そう、別にいいけど。まだちょっと強くなってるね。バカ早い。よかった。あんな一瞬で落ちてくんだ。ロンギヌス。わしは待っておったそなたのような若者が現れること、ユーナがここで覚えるから別にあそこで使わない。召喚獣じゃないからね、召喚竜だねこれね。まあバハムートとかリバヤサも召喚獣だからね。はい、ということでロンギヌス強いね。まあこれを倒して強いのが手に入るってことはもっと強いのがいるんでしょうね。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、Xのフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。